ライフネット生命は僕らが先に作ってますからね。えそうそう。どういう意味どういう意味ライブドアで、そうですよね。そう。いでささんとか、あ、いでさわ LINE の社長の井出沢っているじゃないですか。あいつ、もともと朝日生命の出身なんですよ。うん。てか、朝日生命と、そのまあライブドアの、まあ、合弁会社が、朝日ライフネット生命。 ライブじゃなくてライフネット。ライフネット。名前もライフネット。これ別会社ですよねもちろん。全然全然関係ない。だ2001年とかに作った。もちろん名前パクった。いや知らない。知らなかったから。いや結局あの開業できずに準備会社で終わっちゃったんですよ。ああそっか開業まででも当時の堀江さんの。 金融庁からの信用が足りなかったそれは関係ないですよそれは朝日生命がやるんだからうち多分10%ぐらいしか出資してないんででまあちょっとやっぱり時期早々すぎましたよね僕らでも2006の準備2008開業でもまだ結構早かったので2001 2001年2008 2008で僕ら始めた時まだスマホも普及してなかった感じギリギリ始まったぐらいですかねそうそうスマホもなかったんでまあ これちょっと難しいねっていうフィジビリティスタディの段階で終わっちゃったっていうでもその井出沢さんがね今は LINE の社長だから面白いよ、ね、あそうだから彼は、うん、朝日生命に新卒入社してでうちに出向してきてたんですよ、えー、え結果オンラインの、えー、と生命保険はめっちゃ今流行っている、はい、それとも結構苦戦してるじゃん 振り返るとまあ15年ぐらいなんですけど、ようやく立ち上がったって感じなんですよね、まあ、だから、ね、今ょのテーマも関係するかもしれないですけど、やっぱり早すぎるとか、うん、15年ぐらいかかるとか、タイミングがねそう、なんかそういうのはあるなと思う、うん、で一番最初ね、僕は Web3、系に関わるのは堀江さんなんですよ、えっと、あの財布の誰、うん、だ,だ,だっけ、浅山,君ね、浅山君と一緒にモナコインを売りつけにきたモナコインとビットコインの取引所、買収したんですよね。うん 名古屋で個人がやってたた、うん、400万円かなで買ったんだけど、うん、その400万円って何だったかっていうとまあ超ちっちゃなゴックスをやってたんですよあ奥さんに怒られて、うん、あの損失を取り返せるんだったら売りますみたいな感じになって <laughs> 400万円で買収して、うん、それを元にして。 財布を作ったんですよねそそしたら。そしたら財布もこうくすっちゃったっ。<laughs> <か>やっぱ、ね、なん通貨に関わることやると、うん、本当ね、ワンチャン捕まっちゃうんで、やばいなと思ってたんだけど、まあよく作ってあるなとも思ったんですよね。まあだから大丈夫そうかなと思って手出したんですけど、バリューも光くん事件で、うん、なんかダメになっちゃったんだけど、まあそこそこ儲けましたよ、でも。 今ねでも世界的にその何もな恋みたいな形の空前のミームトークンブームですよ、うん、またまた,またようやく来たみたいなそういう中でね岩瀬さんの方が保険のところからね Web3 の今アニモカジャパンの方に移られて、ねはい、今、どんな感じのことをやられてるんですか僕も全然それで言うと後追いであの2021年の NFT ブームの時になんかそのエンタメとかアートとかの。 とブロックチェーンって面白いなと思って、で自分でそのコレクションっていうのを作って、うん、でそれがアニモカグループインして、あのアニモカというあの、うん、一応あのー、世界で四五百社ウェブスリーに通している会社の日本の代表もやってるっていう感じですね。まあだから次やるとしたら、うん、本当に DAO が必要とされているところで。うん あのやるのもありかなとは思ってますねやっぱりね、今、また再びまた熱い盛り上がりが来てて、うん、でその中心になっているのが、テレグラム、うん、で、まあ、メッセンジャーのアプリで、はい、で今、世界10億人くらい。 が使っててみたいな形のそのテレグラム上でミニアプリっていうのが出せるようになってきて、うん、でそこから出てるやつっていうのが、うんまあ、100万人、200万人とか,万人とかテレグラムなんだそれな、ね、んでかっていうのが僕も理由聞いて面白かったんですけど結局、そのワ t ツアップなり LINE なり他のメッセンジャーアプリってもうマネタイズモデルが出来上がってるから、うん、の他の新しいことやる必要ないんですけどテレグラムってひたすら今までほぼ課金せずやってきたんですか。そ<う>だかかかマネタイズがなかったから今度、うん ブロックチェーンゲームに勝負に出てるみたいな感じ。そうだ結構ねやっぱそのメッセンジャー自体っていうところがあーのーまあプラットフォームになって、はい、なんでとにかくバイラルが効くっていうのが大きくて、うん、でその中でも今日ちょうど一個のゲームの、うん、なんか猫を育成するゲームのキャチズンってやつがあったんですけど、はい、まあこのゲームがだいたい四ヶ月間くらいでユーザー数があって1000万人超えて<ー>でそのゲームの今日上場がね。 ちょうどあってどうなるかって感じだったけど、うん、でもすごいですよ。なんかね、時価総額は今1400億くらい<ー>でそれだけじゃなくて、うん、あのあれ。 1日の取引高、うん、出来高が1500億いったんですよ。へ<ー> <laughs> 一般のユーザーさんって分離してる気がしてだからせいぜい盛り上がってもブロックチェーンゲームで10万人デイリーアクティブユーザーいたらすごいいいとかじゃないですか、うんうん、テレグラムのおかげで一般の人たちも触るようになってるっていう感じでですよねね、うんうん、なんで結構、ね、今までの Web3 の一番大きな課題って結局、リアルにやってるユーザーっていないよねみたいな、うん、っていうところが結構このテレグラム上でいくと数百万人とか。 ものによっては数千万人っていうのが当たり前になってきてるみたいな。今、あれなんですよ。LINE とかカカオトークも同じようなやつを結構準備しててみたいな。ああ、そうなんだ。そう。で、結構、この流れのところで大きいのが、昔、その Facebook とかもメッセンジャー上でプラットフォーム、うん、あ、LINE もやろうとしたけど、うん、全部アップルに潰されたんですね。はい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 。でも今、アップル自体のところがやっぱ、いろいろ。 国からのレギュレーションとか厳しくなってきて、で結構、潰せなくなってきてるっていうのもででかいすねねなるほど、ね、この流れが仮に進むとしたら、やっぱりアップルとグーグルの独占がやっぱり気に入らないというか、それで困ってる人たちが主導していくっていう感じなんですかね多分この世界中でこういうなんか、ね、無料で儲かるかもみたいな。 っていうところに対するやっぱニーズってすごい大きくてなんかこうグローバルであの前澤さんのお金配りみたいな <laughs> っていうところがめっっっちゃててるっていう <laughs>、うんはい、あと、多分あの今年結構転換点だなって感じているのがあのこの間、アメリカでも大統領選で、えっと、クリプトを応援するってトランプが言い出したら、うん、民主党も言い出してきて割とアメリカだけでも何千万人ってクリプトやってる人がいるから大統領選の争点になっ 一つになっているとも言われていて、うん <laughs> で、あと、ETF 承認されたことでトラディショナルな金融機関がいっぱい入ってきてお金がばーっと入ってきてるんですよね。うん、だちょっと節目変わったなっていう気がして。うん <laughs>